疲れ様です、皆さん。もうそっか、今日から8月、8月だね。公演、そう、今日はツアーが広島でありまして、ありがとうございました。そう、そうだね、ツアー、そうですね、ツアー、そう、昨日もあって、そっか、昨日配信してないから、そうだ、ツアーありがとうございました、昨日、今日ツアー、ツアーありがとうございました。テロップ書こうかな。だろう、そう、ありがとうございました。ちょっとね、岡山と広島を表したかったんだけど、広島の絵文字なんかなんだろうって思ったので。あ、鹿とかある？鹿ってありますか？絵文字の鹿って、トナカイみたいな人、え、これはトナカイ、鹿？これは鹿かなちょっとわからないんですけどね。ちょっととりあえず変えてみた。ごめんなさい、ちょっと時差がなんかできて生まれてるよ。ちょっとコメントすごい流れちゃった、ごめんなさい。ありがとう皆さん、鹿教えてくださってる、鹿そう、ツアーありがとうございました。もう本当に緊張してて、そう、聞いてくださいよ、聞いてくださいちょっと聞いていただきたいんですけど、もう岡山公演の前の日本当に緊張しすぎてて、私1個前の配信で、配信は確か18時からしたんですけど、18時から配信して、もう今日9時に寝ます、9時10時には寝ますとか言ってて、結局夜、まあちょっと遅くなっちゃったけど、10時にはもう準備終わらして布団の中にこう入ったんですよ。あ、もうこれで明日岡山公演、朝昼じゃないや、昼夜に公演あるけどバッチリだって思って寝ようとしたんですけど、眠れなくて、そう、本当に眠れなくて、もう寝ようと、もういろいろ、いろんな、もうなんだろう、もうな、頑張って無になろうとしたり、もうとりあえず頑張って寝ようとなんとか意識を手放そうとあ、小林さん、お疲れギフトありがとうございます。考えて頑張ってたんですけど、千畑さんもありがとうございます。もうだんだん眠る方法が分かんなくなってきちゃって、もう本当に眠れなくて、もう1時ぐらいまでは私寝ようと必死で頑張ってたんですけど、あ、もうこれはもう眠れないやつだって思ってもう眠れないって思って、そっから、そう、もうちょっとスマホを見たりして時間潰して、なんか喉が枯れてるなんか喉が枯れてるそう、ちょっともう諦めて寝ることをやめて一旦離れて、そこからちょっとして3時過ぎぐらいに、あ、ちょっと眠いなってなって、やっと寝れましたので、5時に起きたので、もう2時間も寝れてなくて、本当に
岡山ももう体力が本当にやばかったですもう倒れるかと思った。そうなんですよ。でバスの移動中ももう逆に目が冴えちゃって眠れなくて、だから本当に1時間半ぐらいしかその日自体寝てないです。そうなんですよ。でもおかげで本当に死ぬほどしてた緊張がもうなくなってなくなりました。そうなんですよ。山井さん、タワーありがとうございます。何タワーかしら。ゴールテープ熊タワー、ありがタワーです。ありがとう。また後でお礼を書かせていただきます。ありがとう。そうそうで、それでそう、昨日はあ、背中バンバンしてもらったよ。なんかもうね、昼公演、岡山の昼公演はリコちゃんにしてもらって、夜公演は確か誰だっけ、なんかもういろんなメンバーにしてもらった、愛子ちゃんかな、愛子ちゃんにめっちゃ強くしてもらった。バシーンって強い方がね気合が入るんですよ。そう、ツアー、うん、すごい結構体力のいる手取りなので、昼公演はちょっともう体力をつけなきゃなって思いました。今日は昨日より全然いけました、体力的には背中赤くなってるんじゃって、どうしよう、赤くなってたらどうしよう。そう、でもね、昼公演終わってもうなんか動けなくなっちゃったから、あ、もう夜公演どう出れるのかなって、もう本当にどうしようって思ったから、私はこれまで公演でしたことのないポニーテールポニーテール本当に私本当に似合わないからもうずっと避けて生きてきたんですけど、もうこれはもう気合い入れるしかないなって思って、あと涼しいかなって思ってポニーテールだったので、なので昨日の夜はポニーテールをしました。本当に珍しい。似合うってそんな、なんか多分ね、似合わない、内心似合ってないって思っててもこう褒めてくださってる、くださるじゃないですか、優しいからニテール似合わないんですよね。なのでこれからもね、新鮮だと私もなんかもうずっとそわそわしちゃって、これ大丈夫ですか、とかってずっとそわそわしちゃってました。なのでね、ポニーテールはすごいカツを自分に入れたいとき、カツを要するときにこれからまあマレーにしようと思います。そうですね、なのでポニーテールしてるときはカツを入れないといけない状況っていうことだから、できるだけねポニーテールをしなくていいように頑張りたいですね。そうじゃあ逆にポニーテールしてたら、あ、ちょっとなんかやばいんだなって分かられちゃう。炭酸せんべいさんもギフトありがとうございます。かわいいギフト。あ、そう、皆さんはユニット曲、ユニットというか、私あのさこちゃんのアンダーとして入らせていただきました。もうさこちゃん優しいというか、もう優しくて、もうほんとね、いっぱい教えてくれましたさこ先生。
ありがとう、佐古先生。そう、なのでユニットもあの日から僕は変わったでした。どうでした？ユニットどうでした？好きな曲本当嬉しい。私もめっちゃ好き。でもダンス難しくて、難しいっていうか結構さ複雑っていうか、いろいっぱい動くっていうか、だからちょっと苦戦しましたね。なんだろう、ちょっと苦戦しました。まだちょっと本当に問題点ばっかりなので、ちょっと改善できたらできるようにします。でもツアー、そうツアー、どうでした？すごいなんかもうどもっちゃった。緊張しすぎて、どうだったかな。なんかね、本当になんかもう問題点ばっかなんですけど、まだツアーはね始まったばかりなのでね、人の一つ一つのツアーに向けて自分のレベルを上げていけるように頑張ります。めっちゃ楽しかった。でもそう言ってもらえたら本当に嬉しい。ダンス上達したなって思った？ありがとうございます。ありがとう。進化できてた？あ、そう、今日ちょっと、ね、レスも意識しました。ちょっと初日はちょっとそれどころじゃない時もあったので申し訳なかった。夢は逃げない、鳥肌やった？でももう夢は逃げない、私はもう本当に必死って感じです。必死。なので頑張ります。次はいつだろうか。次はね、7日に愛媛でツアーさせていただきますのでね、はい、頑張ります。でもなんか安心した。とりあえずこうして、まあ無事なのか分かんないけど、一応終えることができて、こうして楽しかったよって言ってくださって、目がシパシパする。手をつなぎながらめっちゃ良かった。鉄なね、ももちゃんとなんですよ。もうかわいいかわいいって思いながらでも一つちょっとね、ちょっとこっそりと言いたいことはちょっとね、多分背の高さがかなり違うので、なんかちょっとね、手がこうちょっとあれなんですけどねちょっとあれな部分もあるんですけどねそうね、めっちゃかわいい、元気が出ますやってて説明しづらいな。なんか伸ばでこう、私はちょっとめっちゃ曲げてやるみたいな
かわいい。私ももちゃんの夢は逃げないの初めの出だしの行くぞってとこがめっちゃ好き。いいよね、あそこ。そうだね、やゆちゃん、やゆちゃんとの絡みになりますね。あの鉄なのラスト、リコちゃんとの絡みも結構多くて、今回のツアー多分偶然なのなんだと思うけど嬉しいです。そう、いいよね、あれだもんね、レモンジュースがダブルセンターだし、夢は逃げないも一緒のとこ歌い出しだし、夢力も歌い出しのとこ一緒だし、そうなんですよ、なんか結構ね近くいるのだ。そう、元気が出るので嬉しいですね。そう、今日昼公演終わった後夜公演を見学させていただいてて、上の方でなんかもうみんな輝いてるなって思いました。アイドルだったアイドルだった。そう、私も頑張らなきゃって思いました。キツネやった、見たかったって DMM さんで配信もアーカイブも見れますので、ぜひぜひご覧ください。次のツアーは7日ですね君もアイドルって私できてましたできてましたか、あの中に、紛れてました、大丈夫でしたって不安になりました。私本当になんか頑張ります。 TM マンさん、ありがとう、ギフトありがとうございます。カズサさん、金メダルありがとう。ありがとうございます。すいません、そんななんかすごいごめんなさい、なんか褒めを強要したとかじゃないですよこんなたくさんありがとうございます、ありがとう。ちょっと頑張ろうってでも思いました私。ケイセティンさんもありがとうございます、ギフト。なんかなんだろう、上の、どこのポジションにいる子もみんな輝いてたからし、めっちゃ見えたから、なんかいろいろ気づくところも多かったですね。あと来てくださってる方の拍手がすごい大きかった。なんでだろう、観客側にいたからかな、それもあるのかな。
キャン客そう、そう、2期生の本番を見るの、直接見るのとか初めてだったから、なんかすごいなって思いました。え、みんな可愛い、みんな可愛くないもうみんな可愛い、なんですごいよね語彙力がない恐ろしく語彙力がない感想しか言ってない。なんかさ、みんな可愛くてさ、あんな頑張ってて語彙力をそう失うくらい可愛かった。うん。ありがとうございます。頑張ります。原田も頑張ります。あとなんだろう、なんか多分もういろいろ話したいことが、話す、あと何ですか、何か聞きたいことありますか聞きたいこと、ツアーなんだろう、あと見どころとかあったかな、ツアーの話。あ、そう、それで、そしてちゃんと昨日はしっかり、もう結構夜遅く帰ってきたんですけど、12時11時、まあ、めっちゃ遅かったんですけど、もうできるだけ早く寝て、ちゃんと6時間ぐらい寝れたので今日は元気でした。やっぱ睡眠のせいだったのかな、昨日の昼公演終わった後は本当にもう死んじゃってたから、そうなんです、私の前髪 最強なんですよ。なんかメンバーにも言われた、なんでそんな前髪崩れんのって。私自分でも不思議なんですけど、前髪が崩れないんですよねなんでだろう、多分今重めだからかなって思うんですけど、本当にレモンジュース踊っても崩れないし、何いくら汗かいても崩れない。これは私もちょっと不思議。ハッシーさん、めっちゃ可愛いギフトありがとうございます。そうなんですよ、今日あんまり汗かいてなかったよね。かいてたよ、暑かった今日。なんでだろう、みんな暑いって言ってた。昨日とかより暑かったかもしれない。ケープ一本も使ってないよ前髪に。え、本当に崩れなくて、なんでだろうって思って、なんでだろう、私別に汗割とかくんですけど崩れませんねそうなんですよね。ゆうきあきたさんもギフトありがとうございます。前髪だけ CG そうかもしれん。そう、不思議。あ、でもなんか前髪の材質っていうの、なんていう、あ、髪質か髪質にもよるのかもしれない。私の前髪本当に直毛なんですよ。まっすぐ生えてて、あんまりくるってできない感じの前髪なんですよ材質は違いましたよね、ちょっと材質は違ったそうそうそう、癖がつきにくいというか、そういう前髪だからっていうのも、固まりやすいみたいなのもあるのかもしれない、知れないですね。うん、岡山ではね、シャインマスカットの大福も食べれましたし、きびだんご、りねちゃんのパパさんが
差し入れしてくださってて、きびだんごも食べれました。美味しかった。あ、そう、今日の差し入れはね、かき氷だったんですよ。めっちゃもう、なんだろう、熱い体に適切だったなんか言い方が変、なんて言うんですか、汗をかいた後に最高でした。そう、あ、もうお土産買う時間とかね、もうなかったんですよなかったんですよ。そう、もうカーって感じになってた。そう、クールダウンですね。まさにクールダウンできました。なんだろうなあ、あとなんで、なんだろう、これぐらいかしら。あ、グラスが、そうですね、今日からだね、限界突破にゃんこグラスが本日の会場から発売されてますね。ちょっと今は手元にないんですけどお、買ってくださったよ、ありがとうございます、ありがとうございます。へえ、へえ、お揃いですねすごい、なんかすごい、でもなんか、本当に売ってるんだ本当に売ってるんだ、すごい。そんな私の描いたあの猫がグラスになって売ってるなんて。ぜひぜひたくさん使ってください、愛用してください。ゆきりかがさやかりん心を開いてくれたと言っておりましたって。そうなんです、最近ねゆきさんと仲良しそう、メールでも送ったんですけど、ゆきりかとのコンビ名をそうちょっと考えてたんですけど思いつかなかったから、あ、じゃあ私がメールでちょっと募集してみようって言って送ったんですよ。コンビ名ちょっと考えます。ゆきりんはゆきりんさんになってしまう。そう、なんかここ最近急にね話すようになりました。もともとそんな何も話さないとかじゃなかったんですけど、なんかなんでだろう、ゆきさんって言ってます。なんかね、面白くて好きです面白いというか、なんて言うんですかね、考え方、返しが面白いのでよくかまちょしてます。あ、そう、今度ご飯行こうって言われ
言われたので、ああ行こう行こうって言ってたら絶対それは絶対それいかんやつやろうって言われました。あ、そうそうそう、そう、それそれ結構ね、そうはっきり言うとこがね面白くて好きなんですよ、ゆきりか。なんか行けたら行くが多そうって言われた。でもちょっと穴がちそうだから、穴がちそう、そうだなって。実際そうだなって思いました。あ、でもね、本当に本当にご飯行こうと思います。ちょっとね、おすすめのお店もあるみたいなので、私楽しみにしてます。行きたい、本当に。行こう、行こう。ツアー、あと何だろう、何ですか、あと話してないこといっぱいある、いっぱいあるはずなのに、何だろう、謎に安全ピン持ってた。服に留めてた安全ピンを謎に持っておりますが、気にしないでください。あ、オープニングの衣装ね、そう、オープニングの衣装かわいいよね、あれ初めて着ました、先輩の。ねえ、衣装かわいい。どなたの衣装でした？一岡さんと沖さんって書いてましたね。で、そう、さこちゃんと同じ衣装だから、え、これは、は、入らない入らない入らないって始め着る前にずっと言ってたんですよ。これもう入らない入らない、帰ってくださいって言ってたら、ちょっと入りました。そう、そうなんですよね、意外と入りました。そう、びっくりした、ちょっとあれかな、なんか許容範囲の広いタイプの衣装なのかもしれない。そう、多分許容範囲狭めな衣装だったら多分入んなかったですね。そう、でもあの衣装かわいい、なんか STU って感じだよね。でね、フラワーの衣装もかわいいし、ペンライトとかうちわとか振ってくださった方々もありがとうございました。本当に励まされました。声出したいねって、そう、私あの今日あの夜公演を上の方で見させていただいたんですけど、なんかもう声出したい気持ちすごい分かりました。声出したい。もう叫びたいよね、皆さんも、もうあれだね、我慢
してくださってありがとうございますね。ね、しかもね、瀬取りもね、もうたくさん一緒に盛り上がり、こう声出したいよね。瀬取り的にもね、盛り上がる曲多めだし、ね、私も叫びたいと思いながら見てたもん。コール解禁、コールができるような状況にね、一刻も早く なったらいいなって思います。うん、だよ ね、キャッチフレーズも言いたいよね。うん、徐々にね、いろいろ解禁されているので、どうだろう、うん、あ、そうですね、 DMM の最前席で見られてます方はね、コールし放題なのでぜひもうコールお願いします。でもそう、1日2公演するっていうのも私昨日が初めてだったんですけど、なんかもう私は本当に体力がないんだなって思いました。体力をつける夏にします。体力をつける夏にします。私吉彦さん、くす玉ありがとうございます。あ、そう、寝不足のせいもでもあるかな、あるかな。そう、もう走り込まなきゃいけないかも。あとはあれですね、緊張しても寝れるようにならないといけないよね。え、ほんと、どうしたらいいのかな。緊張してる前日とか寝れますか。寝れる。え、皆さん受験の前とか受験の前の日とか寝れてました。え、寝れないよね。とにかく目を閉じて横になるを私3時間したんですよ。でもなんかもうだんだんそれがもう苦しくなってきてねえ、寝れないよ、寝れないよね。もう辛かった。なんか寝れない時って本当に辛くない？辛くなっちゃわないですか。だんだんもう寝ることがもう嫌だみたいな、もう無理ってなった羊は数えたけど寝れなかった羊数えましたよ。そう、もう寝れないことに焦ってきて、ダメだな、もうちょっと強い動じない精神力を持たないとね。でも本当におかげで、あの、その公演当日になったらもう前日の緊張の10分の1ぐらいしかもうなかったです。びっくり、あの緊張はどこに行ったんだろうみたいな。なんか変な体質なんですよね、前日に死ぬほど緊張するという。
アドレナリンってさ、皆さんよく言うけど、アドレナリンって何なんだろう。けんちゃんめっちゃ可愛いギフトありがとうございます。アドレナリン脳内物質、なんかそれが出たらなんか痛みとかも感じなくなるんですよね。さやかりんの仲間です、アドレナリン。あ、アドレナって人なの？アドレナリン、さやかりんアドレナリンみたいな。あ、そういう感じか。そうだったんだね。じゃあこれからもちょっと仲間同士仲間同士ちょっと頑張っていこうと思います。へえ。紛れたい紛れたい僕の存在なんか仕方なく消してしまいたいんだ。日陰に逃げ込んだらほら自分の影見えないだろう。僕はいないいないいない。あ、そう、もう安心して歌えるもう安心して歌えるよ、ユニット曲。私この曲すごい好きなんです。なんか踊ってるのも好き。ちょっとまだうまくは踊れてないと思うんですけど。プリサンさんもミラーボールありがとうございます。僕はいないいないいない、真っ黒に塗りつぶしてほしい。そう、なんか今日の公演のステージで照明でしてくださってた照明がめっちゃ好きだった。この前、昨日もそうだったかな。すごいなんか青と緑で神秘的な感じになってて、どの曲が一番体力使うんだろうか、それは断言できます。夢は逃げない夢は逃げないですね。そう、嘘、意外ですか。何が体力使いそう。レモンジュース、そっか、レモンジュースはちょっと盲点だった。でも私は夢は逃げないかも。なんか個人的にちょっとまだなんかサビに苦手意識があるっていうのもありますし、なので思考と体をフルにしないといけないから。でもレモンジュースは楽しいです。レモンジュース全部書くのどう。あなたにあげたいレモンジュース。あ、でもこうやってお隣サーヤンとリコちゃんとするの好き。はじめさん、ミラーボールありがとうございます。ゆうきあきたさんもありがとうございます。ハーツさんもギフトありがとうございます。ということでね、ツアー
ありがとうございました。ありがとうございました。本当にありがとうございました。そう、ミクチャで今2期生がイベントに出てるんですよ。原田もミクチャ順番回ってきたらするので、ぜひぜひ見てくださると嬉しいです。そうそうそう、すごいよね。でも TGC のオープニングに出演させていただけるんですよ。そのイベントで1位になったら TGC はびっくりだよね。そう、私もミクちゃんの使い方まだ全然わかんないんです。本当に私が一番理解してないかもしれないので、でもちょっと自分の時までに理解しますので。なんか噂によると縦画面らしいです。なので2期生今全員で頑張っておりますのでね、ぜひぜひ見てくださると嬉しいです。あ、今ゆきりかやってるの見たいな。見れるかな。ミクチャ、そう、明日はセトラブで配信があります。ちょっとね、まだ何をするかは聞いてない、わかんないんですけど、8月はイベントがセトラブでありますので、そのイベントについてかな、ショールームで配信がありますので、ぜひぜひご覧ください。20時からです。あれ、私ミクちゃんにサインインできないんですけど。ミクちゃんにサインインできないんですけど、どうしたらいいんですか私。そこからって。あ、サインインできない。ちょっと分かんないので。ちょっと今開けないので、ちょっと残念ながらゆきさんのミクチャは見れなかったね。ぜひ私もちょっとじゃあミクチャを勉強して頑張ろうと思います。勉強しましょう。諦めた。そう、ゆきさんにちょっと聞いときます。え、マリーナさんがショールームで少しさやかりのこと話してた、本当？え、マリーナさん。あ、共同アカウントなのかな？ちょっと確認しときます。ということで、もうツアーありがとうございました。一つ一つのステージを大切に成長できるように頑張ります。この夏の原田は一味違うぞと思ってもらえるように頑張ります。のでぜひぜひ見ていてくださると嬉しいです。
みんなで昇格できるように私も頑張ります。でもね、そのためには私はとりあえず7日までに体力をつけたい。2公演ちゃんと踊りきれれる、フルで踊れる体力をつけたいので、どうしよう、毎日踊ったら、毎日2公演分踊ったらいいのかな。そこは3公演分で、確かに。でもね、リハ入れたら3公演分踊るもんね3公演踊ったらでもかなりの時間になりそう。そうね、体幹トレーニングあ、2倍速で踊るの3公演分それは、いやもうそれはどうなんだろう、大変だねということでね、ちょっと頑張りますのでよろしくお願いします。じゃあそろそろ、そんなこんなわけで壇上を読もうかしら。じゃん、壇上を読もうかしら。13位、ケイセティさん。ポニーテール似合います。またして絶対。え、本当に言ってる？本当に言ってますか？私の目を見て言えますか？え、私の目を見てポニーテール似合ってるって言えますか？ありがとうございます。ありがとうございます。また機会があったらさせていただきます。12位。ゆうきあきたさん、ありがとうございます。11位、いっこうさん、ありがとうございます。10位、ロールキャベツさん、ありがとうございます。9位、ハッシーさん、せやかりんが世界一かわいいよ、ありがとうございます。8位、ちわたさん、ありがとうございます。7位、かずささん、夢逃げ感動した、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。6位、小林さん、ありがとうございます。5位、カズさん、さやかに倒し、ありがとうございます。4位、鳥さんさん、ありがとうございます。3位、ハーツさん、さやかにはみんなも笑顔にできるアイドルだよ、ありがとうございます。なんか自分で読むの恥ずかしいありがとうございます、ありがとう。2位、ウィーコマさん、公演楽しかったケロ、ありがとうケロ、ありがとうございます、私も楽しかったです。そして1位、ヤマイさん、公演さやかりん素敵な笑顔で可愛かった、ありがとうございます、ありがとう。なんか自分で読むのが恥ずかしいの、恥ずかしいことが多めで、ちょっと照れておりますありがとうございます。タワーのお礼はまた後日書かせていただきます。ありがタワーでした、山井さん。あ、忘れてた、ありがとう。そしてラッキーフォーティーの方はじゃんじゃーん、日向さんです、ありがとうございます、ありがとう。ちょっと、なんだろう、頑張りますすごいね、頑張ろうって思いました今日。ということで、ぜひこの夏の原田から目をそらさずに見ていてくださると嬉しいですということで、ありがとうございました。じゃあおやすみなさい、ありがとう。
バイバーイ。おやすみなさーい。